はい、どうもこんにちは、ヒカルです。デジモンストーリーサイバースルース2本目、前回すごいいいとこで終わったんでね、まあ気になってた方も多いと思うんですが、やっていきましょう。まあこっからやな。クリサリモンかっこええな、こいつフォルムやばない？やばいよ、これは聞き覚えのある声。デジタルモンスターに丸星で挑むつもりか？結局来るんかい。はい、来ました。持たせてくれな、こいつが多分。勝てんやろ、あの、ハグルムの勝てんやろ、こんなん。ただのお人よしか。奇遇だな。僕もそれなりに。お、力貸してくれん。やっぱなんか、レオモンとか持ってそうな顔でもあるけど、若干。レオモン正義のモンスター持ってたやろ、こいつなんか。レオモンみたいな雑魚じゃないやろ。いや、レオモンの進化系よ。お、見とけって言いたいんで。ただ見ていればいい。誇り高きハッカーの力をね。初めやっとけよ、そんなやったらもう。こいつエンジェルモンとかじゃないん？マジでこれ、うわごっつの持っとるやん、こいつ。マジで？どうやら君と一緒に戦うつもりらしい。めっちゃリズム取ってん。随分と手順は狂ったが、そのデジモンは君のものだ。あ、メガドラマやったっけ、あいつって。しっかりとし、メガドラモンが多分そんなんやったと思うよ。無限ドラモンの一歩手前じゃん、あれ。うん、やろうな。かっこや。来た。ハグルモン可愛いな、こいつ。ハグルモンええな、最初のパートナーふさわしいな。うーわ、あれ無限ドラモンかな、もうもしかしたら。無限ドラモンかな、メガドラモン多分ちゃうかった気がするもん、ね。うん、ちゃうな、飛ぶもんな、あれ無限ドラモンやな、あれ。うわ、 15%。 えステータスタイムライン、バトル中の画面には敵味方のステータスタイムラインが表示された。ああ、右が攻撃の順番ね。フォローもおるやん。なるほどね。ゲストのデジモン、ゲストは緑に表示され、なるほどね。ああ、俺が行動したら次、じゃあ無限ドラモン行動するってことか。はあ、はあ。エスケープは R ボタンを入力しながら A ボタンです。丸ボタンです。ほうほうほう。まあ分かるでしょ、多分、大体。キル。キル見ようか。ん？ないんじゃん、スキルがまだ。チェンジ、あ、変えるとか。アタックじゃん。アタックどうやってやるの、これ。だってアタックっていうコマンドないんやけど。真ん中じゃん。真ん中ないんやけど。ほら。丸押して。ほら、アタックだから、これ。アタックや、それ。ほら。お前、じゃあスキルどうやってやるんや。R 押した、押しながらってことかな。え？強っ！配信だ、あんじゃん。R じゃあ、R はエスケープやろ。それでスキル。あ、押しっぱなしなんや。あ、押さへんかった。あ、なんか押しっぱなしでスキルなんや。ほら。うわ。威力70の物理攻撃、必中。ポケモンみたいな。まあ、絶対死ぬわ。行ったらや。行ったらお前。お。はい、倒した。また最強。最強。レイラップ系。あ、レイラップ。おー、いいね。6。お。お、全部いちゃかった。ナノマシンブレイクスキル。うん、セッティングしようかな。継承技。何これ、敵一体電気、おぉ、65。SP3 やからええやん。お前ら、強えな。あ、それで OK やろ。OK かな。おぉ、すげえな。戦闘おもれえな、やっぱ。あいつめっちゃ強かったね、無限ドラモン。相手に入りました。デジモンキャプチャーのスキャンを介さずにデジモンが手に入ることは。まあ、あれだ。これもう素質やな。うん、お前さんにでも素養け、素養が高いな、こいつは。ついたりなど、なんとも奇妙な光景だ。君はハッカーの中でも相当イレギュラーな存在になるだろう。ともかく卵は帰った。この先は君次第だよ。よっしゃ、あ、消えろ。もうお前の話長いから、もう飽き飽きしとんや、こっちは。もうびっくりびっくり。あいつがでもどこ行ったからやな。あ、確かにな。もう一人のイレギュラーの3だったら多分あいつがパルモンか取るとこなんじゃん。どこ、そうなのかな、ちゃうんかな。先のエリアへ。もう向かってもどんや。あいつ絶対強い、絶対強い。天才やのに。天才ありそうな顔しちゃったもん、あいつ。そこはかつてエデンのエントランスだった古いエリアだ。
創世記の遺物。話長いな、また忘れ去れ長いな、こいつは。こいつ難しいこと使いすぎやね。しかももっと簡単に言えよ、ほんま。その証拠に初期タイプのログアウトゾーンも残されたままだ。今はプロテクトでロックされていて使用できないが、あの程度のロック、ハッカーであればどうということはない。あ、それを使用できるようにしてこいと。ログアウトゾーン。そうだな、ここから。あ、なるほどね。そのログアウトゾーンを使うという。じゃあ1個ダンジョンクリアしてログアウトゾーンをあれか。レスキの悪い彼なら問題なく解除できるはずだ。彼の腕が落ちていない。こいつ知り合いないな。なぜ驚く、まさか。いや、何者やな。彼から何も聞かされていないのか。なら僕から言うべきことはない。本人に直接聞いてくれ。そうするわ。もう喋るな、二度と。もう立ちたれ、早く。そういえば何しょんやこいつ、ほんま。僕はユーゴ、チームザクソンのユーゴだ。ザクソン、ザクソン。君が誇り高きハッカーを目指すのであれば、我らチームでユーゴ。ただめっちゃこいつ強いわな。もっとデジモンが究極体やからな。まあ、こいつ最終的にあれやろ、バトルできるようになるやろ。やろうな。まあまあ、強キャラ間違いないからな。とにかく新たは先のエリアに向かったらしい。そこに古いログアウトゾーンがあると言ってた。ログアウトできるかもしれない。ノキは連れて行こう。あの、またうるさい女連れて行かなあかんのかよ。あいつまたけ。あいつの会話も相当長い。あいつは長すぎるやろ、ほんまに。お、スキルのセッティング。最初から習得している固有スキル、デジモンを進化・退化することで内容が変化します。あ、すげえな。継承とレベルアップする習得するスキル、一度覚えたものは進化・退化にも使えます。なるほど。スキルはただ20種類まで覚えておく。めっちゃ覚えれるな。やばいな。で、合計さ6種類までセット可能なんや。あー、だから使い分けろってことか。あ、そういうことやな。お、次ついてくる。あー、ええな、ついてくる。うーわ、レベル6、 HP520。 うわー、セーブした方がいいんじゃん。解くべきやな。もう負けて終わりやからな。ただ仲間しようか、デジモン。できるやろ、もう。いや、好きなんやから、戦っとんで仲間になるからな、勝手に。うわ。オッケー。いや、ええな。一人増えた。このハグルも俺の相棒にしようじゃ。ハグルも。マップ、なんかあるな。え、あいつ連れていくって、あ、おるやん、もうなんか。右、上に。人おるんちゃう、あれ。いやな。あいつ来たってこと。来いな、あいつ。ん？ちゃうぞ、こいつ。誰やねん。ザクソンか、お前にはまだこの先進む資格はない。ああ、無理ない。ああ、ハッカーレベルが上がらない、無理ってことやな、多分。いや、一回戻って歩け。やな。こっちか。でってん。ああ、おもろなってきたな、今から。戦闘は、お、来た。来たんかよ、お前。こいつもモンスター手に入れるよ、絶対。それな、これテリアムやな、多分これが。あ、パルモンか、これが。おう、グモンや。おう、ガブモンや。声一緒やん、ガブモンの前。来たな。うん。あいつは手に入るかな。まだ無理やろ。あっきーの。この場面でアグモン手に入ってもたらな。いや、手に入るんじゃん。誰も最初の3人使わへんやろ。懐かしいな、この声。変わってへんな。うん。ガブモンこんな声やったよな。ガブモンあんまイメージないわ。あんまイメージねえわ、ガブモン。太一のアグモンだ、もしかして。そうだろうな。私？
それに安心する匂いだ。なんか照れちゃうな。ごめんね、私のエロカワフェロモンが仕事しまくっちゃってるみたいで。やっぱり君変だ。あ、もうどこ行ってたの？うわっ、また怖い人？追いかけ回されるのはゴリゴリだ。逃げろ。ちょっと落ち着いて。この子友達だから。逃げてまいる。行っちゃった。何だったんだろう、あの可愛い物体 X は。ていうか、あれ、君が連れてるその子がデジモン？じゃあさっきのあの子たちもデジモンなんだ。けどそのデジモンもあの子たちも悪そうなプログラムには見えないよね。デジモンか。あの子たちと一緒にいられるならいいかも。デジモンキャプチャー。え、凶暴な野良デジモンもいた？何それ、超怖いじゃん。僕のエリアにあなたがいるのよね。君についてくから、早く合流しよう。ああ、これ行くと。これ、上か。じゃあそっちやろ。え、うわ、敵や。すげえ。誰？序盤の敵誰やろな。ああ、これもんや。アグモシンが。アグモシンができるやん。あ、スキャンしよう、勝手に。あ、1回で、25なんや、こいつ。1体で。マジャック。SP 全回復したん。敵一体か。使ってみようか、一回これ。ナノマシンブレイク 1! ってこれ2あるってことやな。え、結構敵強いやんけ。オルケナパンプ1。え、強っ !50! 今 HP500 あるからあれやけど。結構強いな。強いな。うん。早く仲間すればやばいな。こいつ、もう一回衣を戦って仲間できるっぽいから、スキャン 100% いくから。あ、そういうことなんや。そう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 。スキャンが100いったらいけん。だから、同じ敵と仲間戦いまくったらいけるみたいな。分かりやすいやん。これの方が強いやん、多分これ。まあ、強いやろ。これ必中やもんな。これレベル上がったら SP 回復するんかな。あれ、そうでもなかったし。属性みたいなこれ多分あるよな。いや、あるやろ、絶対。弱点みたいな。まあ、衣は絶対、仲間してアグモに進化させた方がやろ。うん。でも、ベタモにも進化するけどな、こいつ一応。君が一緒でよかった。君が一緒でよかった。あ、HP 確定。経験値全然くれへんやん。やな。まあ、衣さっき仲間して。やろうな。まあ、これも好きやろ。お。ほうほう。はあ、はあ。どうする？軽くちょっと、アイテム取り行こう。お。うわー、来てもた。これもんげ。これもん来い、これもん来い、これもん来い。2体行こう、これもん。ちゃう？全然ちゃうやん。4人全員違うやつや。うわ。ま、でも、これもんよりこいつら確か下やんな。ポヨモンって。ポヨモン確かあれやんな。お、一発や。ピヨモンやんな。これグルモンか。まあ、確かあれやで。パタモンじゃん。そう、パタモンだから、あれやろ。バードラモンとか。バブモンが、デジモン5ぐらいのやつだったよ。うん。それぐらいの、多分。誰か仲間したいな、どっちにしろ。絶対した方がやろ。うん。一人ちょっときついやろ。無理や、一人ではもう。はい。お、2個ゲットした HP カプセル。いいや。HP カプセル。大事やで。なんかある。HP カプセル C。ここで絶対仲間入れた方がいいな。行かれへん、こっち。行こう。行こう。ガガガガオー。クーロンレベル1。行くぜー。アイテムや。めっちゃあるで、ここアイテム。エスケープゴート。ゲート。エスケープ、あー、もう多分買えるやつやろな、多分。はい、来ました。来いよ。これも。成長期とか、成長期やめろ。無理しちゃダメだよ。あー、まだか。あー、もうちょっとや。あと2回か。全員一発やもんな。うら。一発ちゃうんかい。ちゃうんや。結構こいつ強いやろ。強いな。そう。意外に。意外にやるんやて、こいつらほんまに。うら。オッケー。でもこの単性はええな。うん。わかりやすいしやん。イルルカと一緒やん。ほんまに。おもろいな。多分これスピードが速かったら2回攻撃できるってことだもんな。そうだ、2回の時あるもんだって、これ俺らも。私たちは無敵だよ。
あいつもおるんや、やっぱ一応。メダルゲットした。お前。これメダルは何だろうな。セッティングするとかあるんかな、もしかしたら。メダルは謎やな。うん。まあ、ええわ。まあ、ええわ。まあ、それ仲間しよう、とりあえず、誰か一人。よろしとかこの辺。行かずに。イベントなっても困るもんな。まあ、困るわな。仲間絶対いるやろ。絶対いるな。3体だっていけるやんから、3体いるやろ。正直。とりあえず、まあ、やっぱり。どれがいい？ホロモンやろ。ホロモン、出てこいよ。でも、あいつ、結構強かったよな。しかも仲間なりにくかったしな。スキャンが。25% やったから。あ、来た。来た。誰ですか？おぉ、ツノモンや。あ、こいつガブモンや。な。うん、こいつガブモンやな。こいつ技使った方がいいんちゃう？ほんまやな。え？何これ。おぉ、よかった。強そうやな。あ、電気弱そうやな、こいつ。ナノマシンブレイク。なんで 95% で。うん、悪すぎや。うん。次も苦い攻撃やん。え、強っ！え？1.5 倍ってことは？これでいくか、確実に。弱点だったもん、俺ら。危ない。やばいな、俺。敵強なってたな。回復するか、ちょっと一回 HP。おもろいな、これ。システムが。おもろいな。ええな。新しいデジモン。うん。こういうシンプルな対戦法、もう一番やっぱ、やりやすいからな。ややこしい。デジライン。おぉ、100、だいぶ上がってるやん。めっちゃ落としとったやろ。うん。よし、いけるでしょう。出てこいよ、敵。敵結構出てこへんもんな、これ。うん。てて右上。イベント起こりそうで、なんか怖いんやな。次のエリア行ったら。結構でもいろんな種類のデジモンおるな。おるな。序盤から4体見とうからなって。もう仲間しようとりあえず。出てこい。よし。おお、あとよそってや。あと一発や。こいつスキル使った方が多分倒しやすいから。もうバブも多分一発しないかったよ。ピピピピ。バブも。オッケー、撃破。よし。ホヨモン一撃やったよ、私こいつ。ホヨモンはザコイ。こいつ弱いね。こいつはほんまにザコイな。ほよぽよしとるで、こいつもほんま。邪魔だ。はい。こいつ確かタケルやろ。うん。私たちは無敵だよ。俺もダブルで仲間入るんじゃ。次。そうやで。来いよ。頼むよ。さあ、ちょっと行こうぜ。結構難易度高そうやもんな、これ。いや、高いと思うよ。なんとなく見とった感じ。うん。敵強い。うん。結構敵強いからな。な、多分仲間ちゃんとしてへんかって、ほんま全滅して、また最初からとか、ほんま。レベルもなんか結構上がりにくいっぽい。うん、上がりにくいやん。だって普通も上がっとるやろ、レベル。あんだけ戦ったら。来た！来た！仲間しましたー。120%。多分あれだよ、200倍いったらまた、一体仲間入れるみたいな感じ。ああ。多分。二体目が。これジョグレスとかあるもんあるんかな。それはあれやろ、絶対。220体以上あるらしいからな、デジモン。泡。懐かしいな、この泡。強っ。泡強いやん。来たー！俺はどっちか言ったらこの、緑の方が気になるな。バブも？うん。おー、レベルアップ。お。あ、すごい下がらなかったしよ。くそ。おお、来た来たよ、スキャンコンプリート。スキャンしてんやな、これで。オッケーオッケーオッケー。完璧じゃないですか。スキャン、スキャン。これでスキャン。スキャン、スキャン、スキャン、スキャン。スキャン、スキャン、スキャン、スキャン。どれや？デジモンで行ったんじゃない？デジモンかな？セッティング？あるな。図鑑かな？図鑑。お。あー、これかな？これやろ、絶対。え？関係ねえわ。タウンってことか。どこでスキャンするんや、これ。スキャン。スキャン？え？ん？まだできんのと。できんのかな、まだ。でもできるような感じ言ってんかったっけ、あいつ。なんかスキャンしたらできるみたいなの書いとったな。ん？短縮できるやん。これでいいか。うん。あれ？どうするやろ？え？プレイヤー。スキャンなんかあるんかな？スキャンコマンドみたいな。ハッキングスキル。あった。スキャナー。スキャナーじゃん。スキャンやもんな。なんか出てへんのじゃん。あ、まだ出てないっぽいな。もう一点じゃん。いっかじゃ。そういうことね。教えてくれるかな？次で多分。あ、新たが教えてくれるんじゃん。ぽいな。イベントや。不思議な感じだな。
子供の頃にこんなことがあった気がするんだよね。君と新たとも会ったことがあるような。ううん、昨日チャットで会ったとかそういう意味じゃなくて。主人公アホやなこいつ。でもそうか、そうかも。なんか変。お、来た。誰？お、昔のこれ。選ばれし子供け。やろうな。何今の？君も見た？五人おって。うん。またハッキング？もう。七人じゃなかったな。選ばれし子供たち。七人のうちで二人はだから敵ってことけ。この先にあなたがいるんだよね。うん、誰か後ろがおるパターンやなこれ。ああ見とるわ。あいつ見とやん。あいつなんだよな、あいつほんまに。まだ味方かどうかはっきりしてへんよな、あいつ。わからへんね、あいつは。うん。顔的には味方っぽいけどな。おるやん。お、おった。アーリゲートか。あれだ。うん。なんだよ、今の映像。子供？気味悪い。ちくしょう、なんだってんだよ。すげえ嫌な気分だ。ああいたいた。ちょっともう一人で勝手に行くとか、どんだけ自己中かませばよかですか。ん、なんかデジモンこれ。うわ、なんやこいつ。え、これ、え、なんじゃこれ。誰やんこいつ。知らん。新しいデジモンじゃんこれ。誰やん、なんやこれ。気持ち悪い。絶対ボス、絶対敵やんこれ。もなに、アンモナイトも敵やん。アンモナイトも、あれもデジモン。まさか噂で聞いたエデンの黒い怪物か。データを食い漁ってるとかいう。お前ら、こっちへ走れ。なんだかわかんねえが、相当ヤバそうだ。こいつのロックを解除する。ログアウトして、とっとと逃げるぞ。逃げるんや。逃げられへんじゃん、なるんじゃない。それよ。おい、走れっつってんだろ。グズグズしてんじゃねえ。おい、お、お、来た。君たち、僕たちがノキアを守る。逃げて、ノキア。お、3対1だわ。多分そうやろ、ゲストやったら2人が。あ、来た。なんなんこいつは。何者なんまずこいつ。スキャンできへんよこいつ。データが収束し、ええー、こいつ。うわ、インとダウン。攻撃アップしやがったし、こいつ。フシファイヤーゼロ。ええ、ゼロ、どういうことやねん。アタックしかないやろ、もうゼロ。え、勝てんやつな、多分これ。どういうことやねん、これ。え、強すぎや。強、こいつ。じゃあ、まあイベントやな。まあまあ当然の流れやな。うん、強すぎるよ。なんでこんなに弱い。進化系、これもしてかもしれない。みんなを守りたいのに。よし、ロックを解除した。ログアウトできるぞ。おい、ロキア、早く。でも、あの子たちがまだ。わかんねえのか。足でまといはお前なんだよ。お前が逃げおせりゃ、あいつらはどうにでもなるんだ。おい、ロキアはログアウトした。俺も続く。お前も急げ、いいな。
え？なこれ。また。僕たちを見つけて。記憶？警告。相葉ひかるさんのログアウト処理中に予期せぬエラーが発生しました。ん？やばいやばい。謎起こした。なんやこれ。封印してます。ログアウトしたってこと？うん。相葉ひかるっていうな、こいつ、名前。相葉マネしたってことやな、じゃあこれ。ミスとったら。いや、ミスってはないやろ、別に。相葉学ぶみたいなってことや。あ。え？え？ねえ、ちょっと、あれやばくない？なんだよ、あいつ。気味悪い。こら！天下の行動のど真ん中で何騒いでんだ！まとめて逮捕すんぞ！ああ、府警さん！こっちに！誰が府警さんだ、誰が！刑事さんだ、刑事さん！見た目だけで物事判断してんじゃねえ！逮捕すんぞ！ん？うわ、なんだありゃ、どうなってんだ。キモ、キモいから逮捕、そこ逮捕。どういうことやこれ。で、キャラ、うん、え、助けてくれるんじゃん。誰やねん、こいつ。ガイシャ乗ってんやん。動って高そうな。アニメーション。おおおい、待って、そこの車止まらないの、逮捕するぞ。こらー、何やねん、この人よりは奇妙な現象に慣れている方なんだが、こんな現象は初めて見たよ。私の声は聞き取れているかな。話はできるかい。それは良かった。君がもし人ではない何かだったらどうしようかと思っていたところだ。そうか、君自身自分の身に何が起きたのか理解できていないようだな。聞きたいことがあるなら何でも答えよう。私の知り得る範囲でな。ごつだからしん。君の体は極めてデジタルな状態にあるように見える。まるで電脳空間からアバターのまま現実世界に飛び出したように。もしも本当にそうだとしたら実に興味深い現象だ。いや、周囲に君以外の人物はいなかったはずだ。ひょっとすると君の友達も君と同じような姿をしているのかな。そうか、友達のことは気にするな。とは言えないが、まずは自分自身のことを最優先に考えたまえ。ラスト。ここは新宿だ。仕事で探し物をしていても偶然通りかかって君を見つけたのさ。偶然通りかかってスピードじゃなかったけどな。自分で言うのなんだが、あらましは嘘のような誠だ。今は中野にある私の事務所へ向かっている。そこで詳しい事情を聞かせてもらう。私は誰か。そうか、自己紹介はまだだったな。最初に名乗るべきだったが、君の存在があまりにも興味深くて。科学者が聞こえてますよ。すまない、お金持ちやるな、間違いなく。私はクレミ京子、知らない探偵さ。探偵かよ。セーブします。まあそろそろ終わりですかね、時間的にね。おし、おお。ってことはあれやね、あそこでじゃあこれもっと好きな線があってまた当分行かれるのかな。だろ。チャプター1、クレミ探偵事務所へようこそ。到達。いつ終わるな。
もうそろそろ終わる。うん、もう時間的にやばいからな。まあ、セーブしたから、まあ、終われるっちゃ終われるけども。そうやな。なるほど。はい、というわけで、じゃあ一旦もうとりあえず、終わって、まだ次この続きからやっていきたいと思います。セーブできたんでね。デジモン、まあ、まだよってはまだ、イベント多いんでね、あれですけど、まあ、かなり面白くなってきそうな感じですね。まあ、これはなんか、探偵になるみたいですね。電脳探偵となり事件を終えて書いてるんで、多分この探偵事務所で働くことになると思うんですけど。うん。まあ、デジモンの育成とか、まあ、進化とかいろいろまだいっぱいあるんでね。230種類以上いるみたいで、デジモンも。まあまあ、今後も楽しんでいこうと思ってます。はい、というわけでとりあえず今回はこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。